い、皆さんこんにちは、りなです。今日は一緒に食べに行きたいと思います。後ろのが松坂の牛銀じゃなくて和田金です。牛銀は前行きましたねそう、前行きましたけど、今回はすき焼きのすごく有名なお店はこの和田金。はい、行きましょう。こちら和田金ございます。アルコール消毒お願いします。はい、はい、入り口がすごいね。旅館みたいな感じだ ね、高級旅館って感じだね。そうだよ、すごいよ、めっちゃ広いし。お、はい、あ、エレベーターで行くんだ。はい、さすが、本当旅館みたい。うわ、すごい、すごい、うわ、すごいいい香りする。しかも完全個室だから芸能人とかいるかもよ。いるかもしれないね。見てください、いろり、うん、ガスとかでやるかと思いきや炭で。すいません。はい、炙った牛肉と赤ワインのジュレ、ジュレ、ポン酢ジュレみたいなやつ。じゃあいただきます。うん、すごい高級なローストビーフみたいな感じね。あ、スターターとしていい、うん、噛んだらこう本当にふわってとろけていく感じ。あ、そうそう、口の中のあったかさでこうとろけていく感じですよね。いいですねここに火をつけてくれたね。こう一個ずつなんかパズルみたいにね、あったかいね、こうじんわりあったかさが来るからいい ね。こちらはですね、薄切り三つ葉を薄切りの生のお肉で巻いてございます。でこちらに特製の熱いお出汁をね注ぎます。お召し上がりいただきます。あ、しゃぶしゃぶのしゃぶしゃぶしないみたいな感じですね。こちらね、蓋をしてから15秒ほどお待ちいただいてからお熱いね。はい、はい、3、4、5、6、14、15、たらーん、うん、うわ、美味しそう。はい、もう15秒以上経ったよ。いただきます。早く食べないと。うわ、すごい、美味しい、うん、柚子の香りがいいね、うん、本当に爽やか。いや、胡椒もいいね、うん、これスープ飲む、お出汁もめっちゃ美味しいよ。お出汁美味しくなるね、うん、高級な味って感じがする、うん、これ最後まで飲むべきかどうかわかんないけど飲み切っちゃいました。これもだんだん火力が上がってきたね。こういうのさ、見てるだけで癒されるよね。わかります、皆さん気持ち。これ金が乗ってるそぼろね。お、これが美味しい。わしるか、白い飯に乗っけたら最強じゃない。そう、欲しい。これね、新玉のムース、そのままで形入れてたよあ、なんかちょっとオニオンスープみたいな感じ、うん、の冷たいバージョン、美味しい、うん、完全に炭が出来上がってきました。ほら、これでチキチキ、ほら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 、見えた今。見えた。これを見てて落ち着くってことはなんか疲れてるのかな、日々。そう。はーい。わお。すごい、美味しそう。準備が整ってきました。1枚何グラムですか。1枚が65グラムになります。へー、うわ、めちゃくちゃいい音する。だいぶ焼けてきました。
そう。レナはあれなんだね、ドイツ人だけどすき焼きで生卵は食べれるんだね。ああ、でも最初は食べれなかったよ。海外ないもんね、生卵食べる文化。うん、ない。はい。はい、ありがとうございます。すごい量。でか。なんか65g と言われてもなんかすっごい多く感じる。じゃあ。いただきます。いただきます。はい、すごい持ち上げにくい。でか。でか、ほんと大きい。うん。美味しい。お肉が柔らかいし甘くて美味しい。そう、砂糖ですっごい甘いでも卵があるからその甘さをちょっと控えて、ね、うん、しいたけだね。野菜もそうだね。野菜たっぷりだね。よかった。死んだ、うん、言葉はいらん本当に美味しい。なんか油も口の中でトゥルトゥルトゥルってとろけていくから野菜も美味しそう。舞茸と椎茸が美味しそう、ね、日本に帰ってきてよかったですねそうドイツでは食べれません。うん、何食べた？舞茸？うん、今度は舞茸は絶対美味しいもんね。あ、ありがとうございます。すごい美味しい舞茸。わあ、すごい。シャキシャキ。レナ、椎茸食べれなかったよね。大好きです、大好きです、大好きです。食べてあげようかなと思ったらはい、ありがとうございます。ご飯もあるから一緒に食べた方がいいよ。本当に美味しそうじゃないこれ。特にこれだから野菜もシャキシャキだもんね。なんか焼き方抜群だよね。自分じゃできない絶妙な、もうパーフェクトなタイミングで。いいよ、ね、だから焼いてくれるのが美味しい。プロの人にやってもらうのはやっぱ素晴らしいね。椎茸何の顔、こんな顔なのよ、このこう弾力プニプニ感がすごい、うん、すき焼きを食べに来たんだけど今日はちょっと私とタカ相性が合わなさすぎて、うん、俺はすき焼きが食べたかった。私は塩焼きを食べたいって言ったからすごい複雑で、うん、両方用意してもらって今食べたのがすき焼きねそうで次塩焼きが来るから今日はそれを1人前ずつ頼んだから、うん、そう仲良く。また塩焼きもいいね。さっぱり多分してて塩で味付けで、うん、お好みでポン酢って言ってたからね。初めてかもしれないよ、うん、そんな食べ方。確かに。ちょっと今さ、この残った卵で卵かけご飯したいなと思ってさ、うんうん、こっちをこっち怒られるかちょっと行儀悪いって怒られるかもしれないけど、あ、でそれを今動画にしたよ、うん、それはみんなバレたよ。美味しい。いや、行儀悪いと思われてもいいぐらい美味しい。たかが高級なレストランでマナーあんまり守らないからってことだよ。うわ、うわ、美味しい。やってみ、一口分でいいからやってみ、じゃない。いや、いいよ別にマナー悪いと思われてもいいからこれを体験した方がいい。ほんと美味しい。はい、塩焼きのお肉が来ました。うわ、ほんと座布団みたいね。弱火でさせていただきますので。あ、そうなんですね。はい、絶対にこれがさっぱりして美味しいよね。塩と順番的にもちょうどいいかもね。あ、そう、まあまあお腹いっぱいになってきたところで、そうさっぱりで、うん、うわ、おー、焼けてきた、うん、美味しそう。ゆっくりと焼けてきた。はい、できました。塩焼きのお肉はどうでしょう。うん、うん、あ、
塩本当美味しいわ。さっぱりだね、うん、あすごい食べやすい。ポン酢食べた？うん、ポン酢は最高。はい、ありがとうございます。野菜もしました、うん、でなんか顔がゆでだこみたいになってる。熱いあったかいおシンプルだけど塩コショウのキャベツめっちゃ美味しいよ。何をやってるのポン酢もいくすごい美味しいね、この野菜も。野菜が美味しい、うん、シンプルで。肉ももちろん美味しいんだけど野菜が本当美味しい。なんか毎回そうかもしれないよ。前回のおすき焼き食べた時もそうだったよ。なんか野菜すごい、野菜が美味しいって言うのもね。隣に柳屋さんというお店がございまして、はい、こちらもすごい昔からのこの羊羹を使ってます。じゃあここの通りに本当にいっぱいあるんですね。で、さんもありますし、ここが多分商店街の通りなんだと思う。あ、はい、OK。で歩いたら甘いもいっぱいあるよ。火が通っとなくなり、うん、そうだね、美味しかったよ。すき焼きと塩焼きどっちが良かったですか？あー、塩焼きかな。でも両方あって良かった気がする、うん、どっちがいいかどっちが悪いかなわけじゃなくて、もう両方があったからめっちゃ美味しかった。味の変化が、しかも順番も完璧だったね。最初にすき焼きで甘辛のドカンっていう強い味、ね、塩焼きはさっぱりポン酢の塩でめちゃくちゃ美味しい。ちなみに俺はね、すき焼きのあの甘辛の味が濃いやつが好きかなと思った。やっぱりそうだよね。塩焼きも美味しかったけど、名古屋人、そう名古屋人だからね、ガツンと味が強いのが、ね、好きなんだよね、やっぱね。ありがとうございます。来ました、玉ねメロンね。メロン、こちらがふがしになります。はい、あんこをね、間に挟んで召し上がりね。おー、そういうこと。うん、美味しいよ、これこう、ちゃんとこう、めっちゃ空気が入ってる。ふがしって言ってたもんね。そう、ふがし。うん、あんま、これ想像以上に美味しい。あー、あげないよ。うん、すっごいジューシー、見て、めちゃめちゃ垂れてる。なあ、もったいな。あれ、後で誰も見ないからで飲むよ。レナさんはそういうことしますよ。もったいないから、貧乏ったるだから。すっごい綺麗に食べきりました。食べきりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。和田菌、美味しかったです。美味しかったね。美味しかった、最高。でもデザートが必要です。はちみつ屋さんのいい感じだね。もなかアイス、チャチャーン。うん、結構抹茶が濃い、抹茶的な抹茶アイスだよ。あ、でも抹茶の奥にミルクの味が、ああ、そう、はちみつもなんか入ってるって感じだね。はちみつで甘くしたって感じ。松坂、美味しかったね。うん、これね、和田金さん絶対におすすめです。ちなみに過去に牛銀も一回行ったことがあるから、うん、もし和田金と牛銀両方興味あるなっていう人は、前回の動画と今回の動画両方見て、まあ、自分がどっちが好みかなっていうのをチェックしてみるといいかもしれないね。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ。